はい、どうも、プロボーラーのイソピーです。はい、今日はね、質問いただいたことに対してのね、お答えをしようかなと思うんですけど、ボーリングに前傾ってやっぱりね、大事なんですけどね、この前傾について、勘違いしてる人、結構おられるっていうところをね、ちょっと話そうかなと思うんですけども、まず質問っていうのがどういうものだったかっていうと、皆さん、レッシュのフォースタンス理論って分かりますか？この足があるとして、主にこの4つに分けて、この前への、ね、重心のタイプで、右へのタイプみたいな、例えばA1 だったらこの右前みたいなね、っていうのがあるんですけど、これはね、ボーリングだけじゃなくて、全てのスポーツに通ずるね、フォースタンスという理論なんですけど、でこのね、前傾タイプとか後傾タイプとかね、言ってる人もいますけど、正確にはね、違うんですよ。これはちょっとね、長くなるので、またどっかでお話ししようかなと思いますけど、で後ろ重心のね、かかと重心って思ってもらった方がいいです。でこの後ろの重心の方からの質問だったんですけど、でこのだから後傾タイプだから前傾はしたくない、しなくてもいいけど、コーチに、師匠に前傾が足りないって言われるってね、いう質問、これ結構ね、SNS とかでもね、こういうふうに言われてる方見かけるんですけど、今回の話はちょっと女性に多いかなっていうお話です。特に初心者、中級者ぐらいまでの女性の方多いんですけど、ちょっとね、ここ狭いんで、やりにくいんですけど、この前傾、するじゃないですか。このね、前傾っていうのがいろいろあって、この前傾、ここのね、腰のところを中心とすると、言ったらこの頭の部分が前に行くわけですよ。はい、でこの時に注意しないといけないのが、足がここ残ったままでこう前傾しちゃうっていうのは良くないです。でもこういうふうに、このね、体が突っ込む、上体が突っ込んでる、突っ込む前傾っていうふうにしてしまってる人が多いんですよ。この質問いただいた方も、フォームだけ動画いただきましたけども、はっきり言ってくれとのことだったんで、川添翔太プロ、すごいね、上体突っ込んでるじゃないですか。でもそれってね、出てこえ来た当時は、結構やっぱり否定的な意見が多かったんですよ。今ではそんなん言う人誰もいないですけどね。でも川添プロは、この上体をしっかり突っ込んでる分、このしっかりと足をね、スライドの足をこう出してるんですよね。ちょっと出過ぎたかな。結局はここのバランスなんですよね。この突っ込んでる時のこの足、一般的にはつま先、膝、顎のラインが取れてるといいんで、だからその足だけ前にこうね、出して、この状態がこう残ってるような、そういう感じのフォームなんですよね、この質問いただいた方は。だからこの足が出て状態がここにあるような、っていうのを、僕も指摘はさせていただいたんですけど、いや、私B2 なんで、さっきのね、足のかかと重心のタイプなんで、私B2 なんで、前傾しないんです。それはね、全然違うんですよ。そもそもこのこう、ちょっとね、映ってるかな、この膝こう前出て後ろ突っ込んでる人って、前にそもそも重心がいってないんですよね。後ろ足に重心残ってるんですよ。だからこの足を結構、この大体みんなね、この足払ったり伸ばしたりするじゃないですか。そもそもついてるんですよ、っていう人が結構多い。だから両極端なんですけど、このさっきの言ってたフォースタンスでも、例えばこっち、この前だから突っ込んでいいとか、後ろだから前傾したらいけないっていうことはないです。はい、今日はね、ちょっとこの話しちゃうとめちゃくちゃ長くなるんで、とりあえず今日はこれで終わりますけども、このフォースタンス理論はまたちょっと別として、前傾っていうのは少なからず必要にはなってきます。はい、っていうところで、しっかりとこの前傾を取るために、このまま突っ込むんじゃなくて、しっかりと腰を引いて、腰をね、引いた状態でこの入れて、前に倒して、このつま先とかね、足のバランスっていうところを取りましょうっていうだけのお話です。はい、これはね、足とこのつま先、膝、顎のバランスっていうのは、ぜひ、考えてほしいかなと思うんで、またね、ちょっと広いところで、
撮影できるようにしますんで、またそちらの時にねちょっと詳しくお話ししたいと思いますので、今日はね短いですけどこれで終わりたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございます。チャンネル登録まだの方もねよろしくお願いいたします。それでは。